回の作品のあらすじを教えてください。はい、あの何かの実験で、うん、あの何かの実験によって家の中に閉じこもっている船長が、うん、あの村の子供たちのいたずらで変な見た目をした魚に出会うことで、うん、もう一回夢に向かうまでの過程を描いた作品ですね。うーん、この作品を作ったきっかけとかってありますか？そうですね、あの家に、うん、家で熱帯魚を飼ってたんですけど、その熱帯魚がすごく、うん、ずっと外に水槽の外にあの飛び出ることを繰り返してたんですね。それで、はい、なんであの熱帯魚って、うん、ああいうのを繰り返すんだろうって思ってたら、うんうん、そこからあの物語シナリオを書き始めたんですね。あ、じゃあその魚が熱帯魚、ご自身が飼っていた熱帯魚と重ねてみたいな感じですか？そうですね、そこから始まって、うん、まあなんであんなに飛び出るんだろうって思ってから、その理由を考えながら、なるほど、書いたんですね。今回この作品を 見るときに注目してほしいところとかってありますか？過去のことで、現在、今の主人公っていう船長がずっと家の中に閉じこもってて、外に出たいと思っても出れない状態になっているんですね。つまりジレンマに落ちてるんですけど、過去のことなのに現在まで影響を持たせているっていう状況で、でそれって結構私とか周りの人とかから見てもよくあることだし、あったことだと思っているので、それをこの主人公がどうやって乗り越えていくかっていう過程によく目を合わせて見てもらえればいいなと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に観客の方にメッセージをお願いします。意外とすごい大変だと思ってても、意外とすごい全然大変じゃなかったとかということってすごいいっぱいあると思って、それをこの作品で感じてもらえればいいなと思っております。よろしくお願いします。